いや、皆さん、こんにちはということで、皆さん、元気ですか？滝鶴肉です。いよいよですね、水がですね、こういうふうに出るようになりました。なのでですね、田んぼがですね、こういうふうにこう、潤っていくわけですね。こういうふうにやっぱり日本の実というのはですね、季節がこういうふうに、春の季節ということになってですね、それではまた、次回、楽しみ。